サンバラを聞こう。皆さんこんにちは、アンニョンセヨ、フーカです。さて、前回ですね、秋の童話メドレーを、まあ、なんかドラマ概要、あらすじ、歌詞紹介、歌と一気にやったらちょっと長くなってしまったので、今日はですね、このポッドキャストや YouTube の制作秘話をお話しして、最後に今週紹介するドラマ美しき日々に、まあ、少し触れる感じでお送りしていきたいと思います。さて、現在この番組ですね、カンバラを聞こうは月曜日と木曜日の3時にリリースとしているんですけれども、実はですね、番組イメージが昼なのか夜なのかという点において、自分の中に未だにちょっと迷いがあるんですね。今日はそのあたりの制作秘話なんかを話していこうかと思っておるんですが、当初はですね、夜のゆっくりした時間にこうバラードを聞いてもらうのがいいんじゃないかなと私は思っていたんですよ。それで夜8時ぐらいのリリースにしてみようかなとイメージしていたんですね。なのでポッドキャストのアイコン、このアイコン実は密かに1月の第2週に変わったんですけれども、このアイコンの制作をイラストレーターさんにお願いした段階でもですね、夜のイメージで背景を紫から青色のグラデーションにしてくださいというふうにお願いしていたんですね。ちなみにこのアイコンを描いてくださったのはジョイジョイライフのアイコンと同じ方でございます。朝日陽子さんというイラストレーターの方ですね。いや、めちゃめちゃ可愛い出来で、私すごくこのアイコン気に入っているんですけれども、まあ、この新アイコンができるまでは、私がまあアンカーアプリ上でですね、アイコンってまあ簡単に作れるんですけど、それで適当に作って、このカンバラを聞こうっていう文字をですね、四角でこうガーッと囲んだだけのものを使用していたんですけれども、その旧アイコンと、あと私が今のこの新アイコンを依頼した時のイメージのメモ、私が書いたメモをインスタに載せているので、ぜひ見てみてください。ほんまに私が描いたいしょうもない絵なんですけど、これがね、こんな素敵なアイコンになるんだっていうのね、驚くと思います。やっぱイラストレーターさんってすごいですよね。それで話を戻してですね、あの番組イメージの話なんですけれども、実はこの番組スタートしたのが1月1日でしたが、番組を始める前にですね、5回分くらいこうトークの練習も兼ねて取りためをしていたんですね。でそれで自分で最初のコンセプトトークとか、あとキム・ボムスさんの回とかをですね、撮った後聞いてみたんですよ。そしたらなんか、なんというかですね、テンション高めのこうオタクマシンガントークみたいになってて、もともとは私結構早口で、まあ、そういう話し方なんですよね。でジョイジョイライフの時とか、特にゆかさんと2人でやっていると、どんどんテンションが上がってくると早口になってきて、口がね、なんか自分でこんがらがる時とかもあるんですよ。なんか脳の回転に口がついていかないみたいな。でまあ、自分のトークを聞き直してみて、あんまりちょっとトークに落ち着きがないなと思ったんですよね。で夜のラジオってこう落ち着いて聞くイメージだから、これ夜じゃないかもなってちょっと自分で思ったわけですよ。そして、まあ、ちょうどその後にジョイジョイライフの相方のゆかさんが一人ラジオというね、個人番組を立ち上げたんですけれども、こちらはね、完全に夜のイメージでして、こうゆかさんの声のトーンとか雰囲気とかも、なんかほんといい感じに眠れそうなしっとり感でございまして、そやな、これが夜のラジオの世界観だよなと思ったわけなんです。となると、私のこのオタクトークはやっぱり昼なのかなと思って、まあ、午後にリリースしようかなと思ったわけなんですよ。で3時ぐらいってこう午後ふっと一息つける時間だったり、あとお仕事をされている方はですね、退勤の時間に新しいエピソードが上がっていて、で帰り道聞いてもらえるかなということで、まあ、3時という時間設定にしたんですね。でしかしこのリリース時間を3時にした後に、お願いしてたアイコンが出来上がって、それがまあ夜イメージのものなんですよ。もちろんそうお願いしてたからなんですけど、
そしてこの1月の3週目のパクヒョシンさんの回から YouTube で見えるラジオというのを始めたんですけれども、この見えるラジオもですね、部屋を暗くして照明一つで撮ってるので、まあ結構夜イメージなんですよね。でこう若干こう昼なのか夜なのかで瞑想しているっていうね話なんですよ。で見えるラジオがなぜこのセッティングかっていうね、あの裏話をしますと、まず一つ目の理由はですね、撮影のしやすさっていうのがあるんですよ。でこのように部屋を暗くしてこう照明で撮る設定っていうのはですね、撮影時間とかあと天気を選ばないっていうメリットがあるんですね。昼でも夜でも同じショートでこう安定して撮影ができるっていうことですね。でもう一つ歌唱動画、歌ってる方の動画っていうのは、あれはね実は窓から入るこう自然光だけで撮ってるんですよ。なのであの撮影がね昼間しかできないんですね。で先週リリースした秋の童話メドレーは、あれは実はねちょっと夕方の時間に撮ってみたんですよ。そしたらちょっとやっぱり全体的に黄色みがかかってしまって、でまあね秋の歌なんでこう黄色みがかかってるのはいいかなとは思ったんですけど、こう毎回自然光で撮ってるとやっぱこう天気だったり時間帯だったりで画面の照度がね安定しないといったこう弊害もあるわけなんです。で、まあ、ラジオは週に2本撮るっていうことで、まあ、いつでも撮れる環境がいいなと思ったのが一つと、そしてもう一つの理由はですね、このライトなんです。で、インスタグラムをご覧になったことがある方や、まあ、今ね YouTube で見ていただいている方には見えてると思うんですが、このハスの形の下ライトをね、これをどうしても登場させたかったんですね、この画面上に。このライトはですね、15年前くらいに家族旅行で私が初めて韓国のソウルに行った時に買ってきたものなんです。ソウルのね中心部ですね、ソウル市庁からミョンドンという繁華街までずっとね地下街が続いてるところがあるんですよ。でそこがソゴン地下ショッピングセンターというらしいんですけど、その地下街にあったお店で買ってきたもので、これ実はね紙でできてるんです。紙細工なんですね。ただなんか紙といってもそのなんかふにゃふにゃな感じではなくて、しっかりした紙でできてます。イメージとしてはですね、この空に飛ばすタコあるじゃないですか、まあ、タコぐらいの強度と思ってください。でこれを韓国から日本に持って帰ってきたわけなんですが、まあ、飛行機でね日本まで持って帰りたいんだよと言ったらですね、お店のおばさんがもうすんごいぐるぐる巻きに丁寧に包装してくださってですね、それをあの機内持ち込みして大事に日本まで持って帰ってきたんですね。でもうその、ま、後もですね、もう引っ越しを何回もしてるんですけど、もう引っ越しの度に毎回あの引っ越しの段ボールには入れずにですね、自分でこうぐるぐるに梱包して手荷物で丁寧に運んで、こういろんな家をね一緒に旅してきたライトちゃんで、こうとても気に入ってるんですね。でこのライトは実はね3段階明るさがあるんですよ。でこれ今ねちょっと明るくしていくと、こう1,2,3ってこうね、すごい明るく光るんですね。でこの3段階目に明るくしてしまうと、ただ映像上なんかで燃え盛ってる花みたいに映っちゃうんですよね。でこのライトが程よくこう存在してくれる明るさがいいなっていうふうに試行錯誤したところ、まあ、今のこの夜っぽい見えるラジオの雰囲気になったっていう経緯があるんですね。実はなんか自分よりもあくまでこのライト中心の設定というかですね、このライトを綺麗に見せたかったっていうことで、なんかこの雰囲気になっていると。ありがたいことにですね、見えるラジオは、まあ、夜に落ち着いて聞く感じだねっていうふうにね言ってくれる方もいてですね、まあ、それで結局昼なんか夜なんかっていうのは分からないままリリースは3時にしているという状態なんですね。でまあポッドキャストも YouTube もですね、リリースされてすぐじゃなくて、まあ、そこからだんだんこう再生されていくものなんで、あまりリリース時間はね気にしなくていいかなとは思ってるんですけれども、まあそんな感じで皆さんは聞いていて昼だと思います、夜だと思いますか、それかもうあの一日オールデイオッケーな感じですかねまた感想など送っていただけたら嬉しいです。
そしてですね、この撮影、録音、編集、これ全部ね一人でやってるんで、まあいろいろトラブルも起きるわけですよ。で、先週リリースした動画はこのヘッドホンコードがこの辺ずっと絡まってたんですね。で、あとその前はねヘッドホン逆につけてる回もありますし、あとこのライトがね明るすぎて、まあ、パソコンとかで見ると顔が白飛びしてる回とかもあったりとかして、なんだかんだ毎回こう少しずつ失敗して、まあ、失敗から学んで改善していっているというような状態でございます。今日はねそんな番組制作の裏話をお届けいたしましたが、では最後今週紹介するドラマの話をしてね終わりたいと思います。今週紹介するドラマは美しき日々というドラマでございます。こちらは韓国での放送は2001年、韓国での現代はアルムダウンナルドル、日本語訳すると美しい日々という意味になります。ただ日本語での放送題名は美しき日々とついてるんですね。このあたりの言語のニュアンスってすごい難しいですよね。あの美しきと美しいというのは別に日本語としての意味は一緒ですよね。英語だったらビューティフルだしね、同じなんですけれど、確かに美しきと言った方がなんかこう題名っぽい感じがしたりとか、ちょっと過去を振り返るような郷愁というかこうエモさ、最近っぽく言うとエモさ的なものがあったりとかしますよね。でこういうのが結構ね歌詞の和訳でもよくあるんですよ。で韓国語の歌詞にも日常生活ではあまり使わない、うん、というか口語的にはあまり使わないっていう感じですかね。なんだけれども詩的な表現、本に出てきたりとか、あとこう歌詞の中でよく使う言葉っていうのがあるんですよ。まあ、代表的なのは例えばクデとかですよね。クデっていうのはあなたという意味ですけれども、会話の中ではあまりクデって言わないそうなんですね。で本とか歌詞の中ではクデという表現がよく出てくると、まあそういうのがあったりして、あえてこう教科書的ではない文法をね使って、そう気持ちを表してるっていう時とかもあって、このニュアンスをねどうやって日本語にすればいいんだろうなっていうことは結構ね悩むことが多いです。で私があの習ってる韓国語の先生はもうかなり日本語があのレベルが高いので、日本語でこういうニュアンスなんだけど韓国語だったらどういうのとか、韓国語ではこれどういう気持ちなのっていうのをね日本語ですごい説明してもらって、まああの YouTube の歌詞の大役とかですね、そういったものは作っております。そしてドラマ美しき日々の話に戻りますけれども、この美しき日々というドラマですわねこの美しき日々というドラマは韓国での最高視聴率は 35.9%、 これもねなかなかのヒットドラマですよね。で日本での放送は2003年に NHK の BS で放送された後、2004年に地上波 NHK で放送されてるんですが、確かね冬のそなたの放送が終わった後そのままの時間枠で放送されてたと思うんですよ。なんでこう流れで見てたような記憶があるんですね。冬のそなた終わった後にこのドラマが始まったみたいな、確かそんなあの思い出があります。なのであの頃地上波で韓国ドラマをご覧になってた人たちの間では結構知名度が高いドラマなんじゃないかなと思っております。でこのドラマはあまりね悲劇の恋愛というかメロドラマっていう感じではなくてですね、あの若者たちがそれぞれの境遇の中で自分の生きる道をこう迷いながら見つけていくみたいな内容で、なんか当時ね日本で放送されてた韓国ドラマってやっぱりこう悲劇の恋愛みたいなのが中心だったんで、結構ね新鮮な気持ちで見ていた覚えがあります。であらすじはね次回お話しするんですけれども、韓国の音楽業界が舞台になっていて、それも結構ねあの興味深いというか面白いドラマでしたね。では次回はこの美しき日々の冒頭部分のあらすじ紹介、それから美しき日々の OST をメドレーにしてお届けしたいと思います。概要欄の質問箱からメッセージや質問などぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube や Instagram の方もよろしくお願いいたします。
ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと噛んでしまった。長さはね、ちょうどいいね。オッケー。